インテリジェントプラットフォームマネージメントインターフェースは、ホストシステムの CPU、ファームウェア、およびオペレーティングシステムから独立した管理及び監視機能を提供する自律型コンピュータサブシステムのための一連のコンピュータインターフェース仕様である。IPMI はシステム管理者がコンピュータシステムのアウトオブ、バンドマネージメントとその動作の監視に使用する一連のインターフェースを定義する。 例えば、i p マイを使用すると、オペレーティングシステムやログインシェルを使用せずに、ハードウェアへのネットワーク接続経由で電源がオフ、または応答のないコンピュータを管理することができる。別のユースケースとしては、カスタムのオペレーティングシステムをリモートでインストールすることができる。i p マイが存在しなければ、管理者はコンピュータの近くに物理的に移動し、 OS インストーラが記録された DVD、または USB フラッシュドライブを挿入し、モニタとキーボードを使用してインストール作業を行う必要がある。しかし、i p 前を使用すれば ISO イメージをマウントし、インストーラ DVD をシミュレートし、リモートでインストールを実行できる。この仕様の策定は Intel が主導し、1998年9月16日に最初に公開された。 シスコ、デル、ヒューリット・パッカード・エンタープライズ、インテル、NEC コーポレーション、スパーマイクロ、チャンなど200を超えるコンピュータシステムベンダーがサポートしている。標準化されたインターフェースとプロトコルを使用すると、IPMI をベースに作成されたシステム管理ソフトウェアで複数の異なるサーバーを管理できる。ップマイはメッセージベースのハードウェアレベルのインターフェース仕様として、 定義されており、オペレーティングシステムとは無関係に動作するため、管理者はオペレーティングシステムやシステム管理ソフトウェアがなくても、リモートでシステムを管理できる。そのため、IPMI は以下のような3つのシナリオで有効に機能する。ベースボード管理コントローラーへのインターフェース IPMI、サブシステムは、ベースボード管理コントローラーと呼ばれる、メインコントローラーとサテライトコントローラーラーと呼ばれる、 様々なシステムモジュールに分散されたその他の管理コントローラで構成される。同じシャーシ内のサテライトコントローラは、インテリジェントプラットフォーム管理バス、ブリッジの強化された実装と呼ばれるシステムインターフェースを介して BMC に接続する。BMC は、インテリジェントプラットフォーム管理コントローラバス、またはブリッジを介して、サテライトコントローラ、 または別のシャーシ内の別の BMC に接続する。これは、この仕様で定義された特別なワイヤープロトコルである、リモートマネージメントコントロールプロトコルで管理することができる。IPCP オーバーランには RMCP が使用される。2013年7月2日、Rapid7 は最新の IPMI2.0 プロトコルのセキュリティペネトレーションテストと、 様々なベンダーによる実装に関するガイドを発行した。スパーマイクロイプマイ、ホワットイズイ、and ホワットキャンイットドゥフォーユー。2018年2月27日閲覧。インテリジェントプラットフォームマネージメントインターフェース、アダプターズリスト。インテル、2014年8月9日閲覧。メタスプロイト、A ペネトレーションテスター、S ガイド2イプマイ &BMCS。BM rapid7.com 2013年12月5日閲覧ありがとうございます。